11月初旬になってさすがに朝晩冷え込むようになりましたね。前から暴風の一助になればと思ってバナナのすぐ近くに植えておいたアンデスの乙女はあまりバナナを邪魔することなく枝を広げて、おそらく冬の間はこのタイベジタブルバナナの親子株、水芽が3本出ているんですが、の株周りをですね、あと花茎の下半分ぐらいをある程度守ってくれると思いますね。こちらのタイベジタブルバナナ親子2本のところにもアンデスの乙女を植えておいて、その後こちらにですね、もう1本タイベジタブルバナナ苗を定植したんですが、この絡み合いもある程度はバナナの株周りを保護するので、これから霜が降りるようになった時に多少なりともバナナ苗、周辺のバナナ苗たちを助けてくれると思いますね。アンデスの乙女は、花フェンナはこのように種さやをつけていて、いずれ落としますから、この辺にまた苗がですね、地場への苗が増えるでしょうから、それをまた適当に広げていくつもりです。どんな果樹花木でもバナナと共存させることによってですね、共生させることによってお互いにメリットが出てくると思います。私は主にバナナにとってのメリットを考えて、このように、これは銀バナナ、シルバーバナナですが、のためにこのアンデスの乙女を植えておいて、結構大きな枝ぶりになってきてるんですが、特に冬に慌てて株周りに不織布ポットを配置するとか、そういうことをする時間がなかったとしてもですね、こういうアンデスの乙女とか、向こうのサルスベリ、サルスベリは葉っぱをこれから落としますが、などがバナナと共生することによって、バナナの防寒、防風、防霜に寄与してくれるということになると思いますね。またバナナは大きな葉っぱですから、それらを落として周りを徐々にながら肥沃にしていく。また収穫した後の花茎、切断した花茎がいずれは土に馴染んでいって、その周辺の花木、別な果樹などにとっても土壌環境を良くするという貢献をしてくれますよね。お互い様、おかげさまで植物同士が今話しましたように、合計
というメリットを出し合うということで、畑全体がですね良くなっていく、まあ、そういうレイアウトにするといいのじゃないかなと私は思っているんですがね。特に本州では熱帯地方のようにバナナの通年栽培とかはできませんので、通年栽培、通年収穫というのは無理ですので、越冬期間を無駄にしないという意味からも、バナナと果樹、花木の共存というのは望ましいことではないかなと思うのですね。まあ、こういうフェイジョア、フェイジョアの枝葉の下でまだ小さなバナナ苗、これはボリビアバナナですが、などが霜を防いでもらいながら育つという形式も有用なのではないかと思いますね。フェイジョアの下にも、もう一旦は終わったナスとかですね、多少枝を切り詰めて、そうしてここに持ってきて植えておけば、まだ何個かは取れるわけですしね。伏見甘長にしてもそうですよね。他の場所で邪魔になるとか、まあ無用に不要になった株をスコップでごそっとすくい上げて、こういうフェイジョアの下に植えておくとか、そうするとこれらの野菜たちもですね、フェイジョアの周りの土壌環境を良くするのに貢献しますから、やはりフェイジョアという果樹とナスとか伏見甘長とか、まあそういうもの同士での互恵作用があるということですね。今朝は寒かったですが、昨晩から寒かったんですが、まあこういう日はだいたい日中はですね暖かになります。まあほぼ快晴ですので、これから竹林南側に行ってまた根茎掘りをするんですが、まあ今に北風の冷たい空気に当たりながらの耕し作業もあるんですが、まあ今日はポカポカと暖かめなので楽しく根茎掘りをできそうですね。